お水です。ゆったせなです。というわけで本日はですね、あ、間違えた。というわけで本日はですね、お風呂ルーティンを撮っていきたいと思います。今日ちょっとせなが今いないんですけど、せいちゃんの体調があまりよろしくないんで、せいちゃんはちょっと途中から動画の出演となります。まあ、ただちょっとお風呂に入るのが俺だけになっちゃうんで、まあみんなで語ろうや、ちょっと泡風呂とかにもするからっていう感じでね、まあ、今日はお風呂入ってから、まあ、スキンケアぐらいまでのちょっとルーティンをやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。ショータイムで、ちょっと今回なんと案件動画になってまして、昴生さんのタイアップ動画になっております。ありがとうございます。なんでシャンプー何使ってるかとか、まあ、ボディーソープとか、まあ、そういうのはちょっとね、今度サブチャンとかで紹介していきたいと思いますので、まあ、今日はどういう順番で洗うのとか、どういう洗い方してるのとか、どこから洗うのとか、興味な俺の、まあ、ちょっとそれはね、あの紹介していきますんで、よろしくお願いします。で、今日はですね、まあ一人なんですけど、せっかく動画も撮ってて、ちょっとインスタ映えしたいんで、泡風呂にしたいと思います。うわー、やばい、すごっ、じゃーん。うわー、なんか動画で見えるのと、肉眼で見えるのと色が違う。皆様こんばんは、せっちゃまるぼやです。というわけでですね、今日は本当はうちゃんと一緒にお風呂に入ろうと思ったんですけども、ちょうどプリンセスデーが被ってしまって、ちょっと一緒に入れないということで、メイクだけ落としてスキンケアを一緒にうちゃんとしたいなと思っております。申し訳ございません。最近さ、プリンセスデーもさ、なんかめちゃくちゃきつい時と全然大丈夫な時があって、あ、そういえば髪の毛を染めました。綺麗な色です。頭だけは綺麗なのでしたから、今日ははい、ということで、せんちゃんはメイクを今から落としていきたいと思います。こちらのバンドちゃんをつけて、ファンの子にもらったシーシュー。ファンはいつもこのね、まつげをね、結構バサバサに上げてるので、まつげを溶かしていきます。つけたままメイクを今から落としていきたいと思います。なんかさ、女の子ってさ、月に1回こうやって辛い時が来るから嫌だよね。よく頑張ってると思う、みんな。最近はよく一緒にお風呂入ってね、泡風呂とか、セナが好きな丸いさ、シワシワシワって出てくるやつをやったりしています。2人でコットンで優しく拭き取ってくださいね。ここ最近なんだけど、胃がね、ずっとなんか違和感とか変な感じしてて、重いっていうか、もたれてるっていうかって思ってたら、プリンセスが来たから。プリンセスでの付近で胃が痛くなる人いますか？どうやって改善してるか教えてくださいませ。きちゃらい。はい、こんな感じで目のね、周りだけをこううまくこすっていって、で、今分かると思うんだけども、目がさ、ここら辺にもパンダになってきて溶けてきてると思うんですけど、これはもうね、こうやってシュッてやったらまつげの汚れが拭き取れるので、ゆっくりこうやって当てて何秒か。なじめなじめ、まつげさん頑張って取れ腐ってねーって歌を歌います。で、するん。ちょっとこの時にゴシゴシしちゃダメで、優しくやってあげます。メイク落とし終わり。ということで、せいちゃんのしっぴまる坊やになりました。これであとはスキンケアをするだけなんですけど、スキンケアはうちゃんと一緒にやりたいなと思うので、一旦ちょっとパックをしておきます。ということでね、お風呂がわーき腐ったようなので、オープン。はい、それじゃあまずはメイクから落としていきます。冬のお風呂って入っちゃえば気持ちいいんだけど、入るまでぐらいが夏でしょから。で、俺はいつも、うわー、すごい。で、俺はまずメイク何で落としてるかっていうと、ジェルタイプのやつで、お風呂で落とせるやつで俺はいつも落としてます。こういう感じですね。で、俺は結構手を動かして顔をこう動かしてやるタイプなんですよね。はい、そうです。でお湯の温度は35度ぐらいにしてます。顔を落とすときはなんかあんまり高いと良くないと聞いてない。 OK。 そしたらまず頭を洗っていきます。
強化するかブロックするか何々がするとこれないよ、もう急に冷たくなるんで、やってくださいね、ほんとに。シャンプーは、これがスープ種ぐらいで、よく泡立ててやりましょう。だから頭おかしい気持ち。そして次、リンスですね。あ、リンスのスープ種ぐらいかな。こう指の腹でやるんです、指の腹で。そしたら、体を洗います。将来子供に背中とか流してもらいたいですね。あいかんはい。で、体を落としまして、リンスを落とします。最後に洗顔をしていきます。洗顔はこちら、この泡立てるスポンジみたいなやつで、もう泡にしちゃいます。泡を。結構ね、これで作ると濃密な泡ができるんですよ。美味しそう。で、最後に体をもう一回よく起こして、そしたら入浴ですね。今からうーちゃんの様子を見に行きたいと思います。気持ちいいね、潜ってるわね。あ、こんにちは。何度ですか？よかったです。わっ、ミスった。ゴーゴールーティンなのに大事なものを忘れた。500ミリのお水をいつも持ってきて、このお風呂入ってる間に全部飲んじゃうんですよ。最近結構水をいっぱい飲むようにしてて、やっぱ大事ですよね、お水飲むのは。まあでももうこの動画が上がってるのも多分年末だろうし、年末トークですね。じゃあ年末はでも逆にみんな年越しとか何するの？今年すごい気になる。ぜひコメント欄で教えてください。すいません。はい、すいません。はい、どうした？今何してるんですか？今お風呂に入ってます。もしかして一人で泡風呂したりはしてないですよね？もちろんしてないです。本当ですか？はい、うん、これ泡じゃないの？それついてる。今度一緒にやろうね。泡風呂してる。泡風呂してます。一人でふざけ腐ってますね。ボールに、うざいね。早くお待ちください。さらばだ。タコにならないようにね。タコ、タコだよ。というわけでお風呂から上がりまして、ちょっと上がったらね、もうすぐに入れたいことがあって、これです。これで髪を乾かします。嘘です。おかえり。ただいま。なんか久しぶりだね。うん、久しぶりだね。ちゃんからしーちゃんの髪の毛が生えてる。というわけで今からスキンケアタイム。しーちゃんはコスメデコルテさんを使っています。俺はですね、まあ、ちょっとあの今回こちらをご提供していただいたんですけれども、メンノン美容でこちら1位になりました、マニフィークのモイスチュアライジングジェル、こちらを使っていきます。すごいね、デザインね。オールインワンなの？そう、オールインワンなんだよ。へえ、楽ちんですね。まあ、手になじませてですね、こう塗っていきます。どうですか？いや、気持ちいいんだよこれ。最近本当にあのこれいただいてから使ってるんですけど、これ香りがめっちゃ良くて、うん、おー、いい匂い。これフローラルウッディっていう香りなんだけど、リラックス効果がありそうですね。リピートアフターミー、フローラルウッディ。ああ、そう。でしかもこれ結構潤うんだけど、うん、なんかベタつきがあんまりない。だから結構さ、こういうジェルタイプってベタベタしちゃうんだけど、ひーちゃんも使ってみていい？おい、いいよ全然。気持ちいい。匂い本当に好きなんだよこれ。おー、めっちゃいい匂いじゃない？気持ちいいね。オールインワンっていうのが超いい。楽ちんだね。やっぱ忙しい時とかさ、結構大変じゃん。うん、気持ちいいんです。なんかそういうのも使ってみてさ、気持ちよかったしさ。気持ちいいよね。保湿も結構いいからさ、なんか化粧品にさ結構詳しいのはさ女の子じゃん。はい、そういう女の子からもさおすすめできると思う。ああ、なるほどね。しかも男の人ってさ、うん、でもいろいろやるの嫌じゃんね。めんどくさがりだから化粧水やって、うん、乳液やってとか、オールインワンが良かったりもすると思います。メンノン美容大賞1位なんだね。そう、1位なのよ。すごっ。ってことはもう男性の皆様からもお墨付きをいただいてるってことですね。うちゃんは十分今のままでも素敵だけど、せいちゃんと一緒にスキンケアを頑張ってもっと素敵な男の子になろうね。そうだね、もっと肌を綺麗にしたいですね。せいちゃんはさらにさらに蓋をするんです。あ、蓋をするんですか？そう。しっとりだね。結構もちもちだよね。しーちゃんもツルツル卵殻です。卵殻、卵殻って言ったら。そうか。ふぅふぅ、ありがとうございます。コンプリート。
お風呂後のねお水が大事なんですよ。うまいんです、うまいんです。で、まあ、先ほどね今回ご紹介させていただいたメンズノンノ美容大賞で1位を獲得したオールインワンジェルがですね、うん、なんと期間限定で Amazon にて割引購入できちゃう。お得なんですか？そう、お得なんです。まあ詳細はね概要欄に貼ってあるのでぜひチェックしてみてください。今がチャンスです。今がチャンスです。だからこれみんなにも聞いたんだけどさ、うん、年越しみんな何すんのかなっていう。確かに。そう、ちょっとコメント欄でそれをすごい教えてほしくて。参考にしたい。そうそう、俺らもまだ決まってないからさ、うん、なんか、まあ、別に朝日を見に行くでもいいけど、うん、まあ家でまったりするのもいいし、ちょっと迷ってるんで、ぜひ、うん、皆さんコメント欄で皆さんの予定を教えてください。というわけで、うん、皆さん今年も本当にねありがとうございました。ありがとうございました。でもね、うん、俺らまだ今年最後に素晴らしい動画が、そうなんです、ね、皆さんが喜んでいただけると思う動画が最後の最後に締めに上がりましたので、はい、お楽しみに。お楽しみにね。ヒントは、はい、おお、これというわけで、また今度じゃあお風呂ルーティンが見たいよと思ってくれた人はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではバイビー。トイレ晴らしちゃってもらいます。なんでしーちゃんが笑ってさ、体調がしょうがないじゃん。よく寝ようね。俺も寝ようかな。あ、ちょっと髪かわし and I was like